2021年3月24日の水曜日は、午前中にバイクで、午後に電車で、都心部の桜を見てきました。そんなわけで今回は、速報版の動画として、各所の開花状況をお伝えしますね。靖国神社、ほぼ満開でした。青山霊園、南側はほぼ満開でした。東京ミッドタウン、満開でした。六本木桜坂、満開でした。都電荒川線の面影橋駅周辺、完全に見頃でした。ここは、あまり知られてないのですが、駒内目黒川、という感じで、非常におすすめの桜スポットです。毎年、いろいろな場所で桜を見ているものとして、経験に基づく予測をお伝えしておきますと、今回、ご紹介した場所の中で、靖国神社と、青山霊園と、六本木桜坂は、3月28日の日曜日あたりまで、木が若くて花持ちが良さそうな、東京ミッドタウンと、咲いている密度が濃くて、散り始めても見栄えがしそうな、面影橋駅の周辺は、3月31日の水曜日あたりまで、見頃を堪能できると思います。これから、都心部で桜を見たい、と考えている方に、この動画がお役に立てば幸いです。